ペイン・ガリシア地方の沖合はヨーロッパ有数の漁場。タラバガニ、シタビラメ、ボラなどの魚、貝類などさまざまな海の幸が水揚げされています。しかし近年この地方の漁業は大きな危機に直面しています。そんな中、小さな村の組合が中心となって漁業生き残りをかけた新しい試みが始まりました。大西洋に臨むガリシア地方は古くから漁業が盛ん。沿岸には漁村が点在し、シーフードが大好きなスペイン人の胃袋を満たしてきました。リラはこの地方の典型的な漁村の一つ。1000人ほどが暮らしています。ここ20年ほどの間、漁業の不振が続き、すっかり寂れてしまいました。それに追い打ちをかけるような大事件が2002年村を襲いました。大型タンカーがリラ沿岸で難破し、5万トンに及ぶ重油が海に流れ出したのです。事故から3年経った今も、週末になるとボランティアの人々がやってきて油を取り除く作業を続けています。もう漁業は続けられないかもしれない。壊滅的な打撃を受けたリラの人々の心によぎったのは、そんな不安でした。ところが今、地域の漁業は勢いを取り戻そうとしています。ホアン・レイスさん、リラ漁業組合の長を務めています。Este es el mejor marisco que hay en el mar. Pasa que queda muy pocos. Queda muy pocos. Antiguamente había, hace 3 o 4 o 5 años, había cantidad de ellos. 15歳で初めて漁に出たホアンさんは、この辺りの海のことは何でも知っていると言います。Entonces hemos venido a nuestra tierra porque nuestra tierra la queremos y queremos vivir de ella. Por eso nosotros hacemos todos estos proyectos para que nosotros tengamos aquí nuestros hijos que vengan, que sigan aquí y que vivan de la mar, ¿no?